飼育液から摂取する要素の量について着目し、2つの実験を行いました。5月18日に撮影した写真で、どの個体でも後ろ足が生えてきているのが分かります。このことから先ほど仮説で述べたように、要素の良い量が大きいものから順に、変態も早いということが言えたと思います。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。今日初めてトップバッターだということを知って、すごく緊張したんですけど、いい経験になったと思います。要素の量を調節するというのがとても難しいことで、まだ実現できていないので、次は、要素の量をちゃんと自分でコントロールして実験を行っていきたいと思っています。オーロラといえば言えるのかもしれませんけども、ここから出てってプラズマって身近にどのぐらいあるかって考えられてみました。すごいあるんですよね。ネオンもそうでしょ、それから今蛍光灯もそうですしね。で、本当のプラズマっていうのはね、磁力線でこう太陽光、風が捕まってですね、若干その辺が難しいクエスチョンだと思います。皆さんですね、自分でこう疑問をきちんとこう考えてですね、解決していこうという、そういうことの姿勢が非常にこう見られてですね、すごくいいなと思いました。正直大学に入ってもまた科学とかですね、そういうものに興味皆さん持たれて、さらにそういう能力をこう発展させていけるようになるんじゃないかというふうに、そういうふうに思いますけどね。原材料がゼオライン